財務諸表を読んで投資をする人を一人でも増やしたい。どうもクラゲです。本日はGAFAの一角アマゾンの財務データ分析をしていこうと思います。株式投資をする際は銘柄の財務諸表をしっかりと読んでから投資をすることが大切です。この動画を見てもらえればアマゾンの業績から財務そして成長性に至るまであらゆるデータを10分程度で確認できるようになっていますから、ぜひ見ていってほしいなと思います。それではやっていきましょう。まずは1分で簡単な会社概要を確認します。 Amazon は世界最大の e コマース企業であるとともにクラウドサービス AWS を提供する企業です。また現在はドローン配送や自動音声 AI 利用などの先端技術に積極投資を行っている側面もあります。売上高比率を見てみるとe コマースの売上を含むノースアメリカセグメントが 60% を占めているのに対してクラウドサービス AWS の割合は 13% と控えめの水準です。しかし営業利益の割合を見てみると 74% が AWS による収益となっています。このように我々からすると Amazon といえば EC のイメージが強いですが、実際には収益のほとんどがクラウド事業によるものですので、小売企業としてではなくテクノロジー企業として見る必要があることに注意が必要です。データ一つ目は貸借対照表です。まず薄い赤い色流動資産が薄い青い色流動負債を上回っていて、短期的な資金繰りには問題なさそうですよね。また貸借対照表右側黄色で示している純資産を見てみると、利益剰余金が 85.9 ビリオンドル、日本円で10兆円ほど積み上がっていますから、利益によって純資産を厚くしてきているということも好感度が高いです。続いて損益計算書の推移です。グラフを見ると赤色で示している売上高も紫色で示している当期純利益も綺麗な増加傾向で素晴らしいですよね。ネットでショッピングをする人もここ10年で増えましたし、 Amazon の提供するクラウドサービス AWS も伸びてきていますから、 Amazon の業績は好調に推移しました。こちらは損益計算書から利益の部分と利益率を抜き出したデータです。緑色のグラフ営業利益と青色のグラフ当期純利益は過去10年で順調に成長してきました。ただ2012年から2014年の当期純利益を見てみると赤字を計上していることがわかりますよね。こう見ると Amazon のような巨大企業でも先行投資で赤字の期間が長かったことがわかります。また黄色い折れ線で示している当期純利益率を見てみると、直近では増加傾向ですが2021年は 7% となり低水準となっています。ただここに関しては e コマースがどうしても薄利多売になってしまうので仕方ないと思います。実際に純利益は年間で4兆円近く出していますから、収益力を心配する必要は全くありません。続いて売上高成長率と営業利益成長率で成長性を見ていこうと思います。青い折れ線売上高成長率とオレンジの折れ線営業利益成長率はほとんどの年でプラスを記録し、成長力の強さが見て取れます。実際に年平均成長率を示す CAGR を計算してみると、売上高成長率が 25.4% となっていることが分かりました。これはものすごい成長力ですよね。続いてキャッシュフローの推移です。オレンジ色のグラフ営業キャッシュフローは拡大傾向でいい感じですよね。さらに黄色のグラフフリーキャッシュフローを見てみても、過去10年でマイナスとなったのはたったの2回だけで、安定感も素晴らしいです。またもう一つ注目してもらいたいのは、直近2年では青色のグラフ投資キャッシュフローが大きくマイナスになっているということです。ここで細かくキャッシュフロー計算書を見てみると、設備投資に610億ドルもの現金を使っていることがわかります。やはりアマゾンは商品の取引量が増加するにつれて倉庫や物流システムの拡充が必要になりますから、これが原因だと考えられそうです。こちらは一株当たりのデータです。アマゾンは業績拡大傾向でしたから、もちろん一株当たりのデータに関しても増加傾向となっていますよね。特に株価は EPS×PER で計算されますから、オレンジのグラフ EPS 一株利益がしっかりと伸びている点は好感度が高いです。続いて収益性を見るために ROE と ROA を見ていきます。
緑色の折線 ROE と黄色の折線 ROA はどちらも上昇傾向で、2021年には ROE24%、ROA8% を記録しました。米国企業の平均が ROE12%、ROA6% と言われていますから、どちらも平均を上回っていることがわかります。特にアマゾンの ROE の高さは魅力的ですよね。株価は BPS×ROE×PR で計算されますし、ROE は計算の性質上、純資産の成長率に直結するので、ROE が高い企業は投資家にとって魅力的です。こちらは売上高比用比率、売上の何パーセントを各費用が食いつぶしているかを示したグラフです。Amazon は先ほど確認した通り、利益率が 7% で低水準であることを確認しました。なので費用に関してはそれなりにかかっている企業です。EC 事業に関しては小売業になりますから、原価や販管費はそれなりにかかりますし、Amazon の場合、巨大倉庫などの設備もありますから、原価償却費もあります。また、クラウド事業の AWS では、研究開発も必要ですから、費用はまんべんなくかかっている状態です。ただ、長期のトレンドとして、黄色の折れ線、原価率が減少傾向ですから、将来的には利益率が伸びていくかもしれません。続いて自己資本比率、流動比率、利益剰余金比率の観点から安全性を見ていきます。青い折れ線流動比率は2021年に 114% を記録していて、短期の資産が短期の負債を上回っていますから、短期的な資金繰りには問題なさそうです。またオレンジの折れ線自己資本比率も年々増加傾向ですし、緑色の折れ線利益剰余金比率も順調に伸びて、利益によって純資産が厚くなってきていることが分かりますから好感度が高いです。続いて長期借入金の側面から安全性を見ていきます。青色のグラフは長期借入金の推移で、折れ線はフリーキャッシュフローまたは利益の何倍の長期借入金があるかを示したグラフです。グラフを見ると長期借入金の推移は年々増加傾向であることが分かりますよね。実際に現時点では5兆円を超える長期借入金があります。しかしオレンジ色のグラフ純利益倍率を見てみると、現在の長期借入金は純利益の 1.46 倍であることがわかります。これはつまり利益をすべて借金返済に使えば2年足らずで完済できる状態ということになりますよね。以上のことから Amazon の長期借入金は少なく財務健全であると言えそうです。こちらは利益剰余金とその変化率のグラフです。薄い緑色で示している自己株式調整利益剰余金は利益剰余金から自己株式を引いたもので、より現実的な値になります。グラフを見ると調整利益剰余金は増加傾向で、利益が積み上がり始めたことがわかりますよね。利益剰余金は事業への再投資、配当、自社株買いの原資となりますから、ここはプラスポイントです。こちらは1株あたりどれだけ自社株買いが行われたかを示す1株自社株買いと、利益の何パーセントを自社株買いに使ったかを示す自社株買い成功です。 Amazon は2012年に自社株買いをして以降、現在に至るまで自社株買いを行っていません。正直利益剰余金はしっかりと積み上がっていましたから、自社株買いができないわけではなく、あえてしていない状態と言えます。続いて株式枚数と変化率のデータです。グラフを見ると株式枚数が毎年 1% ずつ増加していることがわかりますよね。これは Amazon が従業員への報酬や福利厚生として Amazon 株を付与するために株式を新たに発行しているからです。Amazon の従業員はボーナスを株式で付与されるという話もありますし、自社株買いも行っていませんから、株式枚数が増加傾向になるというからくりです。正直株式枚数が増えるとその分一株利益 EPS には不利になりますから、株主にとっては嬉しい状態ではないです。続いて配当関係のデータですが、 Amazon は配当を出していません。最後に株主還元成功を確認しましょう。こちらの指標は利益の何パーセントを配当と自社株買いに当てたかを表すものになります。近年は自社株買いや配当を行っていませんから、しばらくの間はゼロです。先ほど確認しましたが、 Amazon の利益剰余金はしっかりと積み上がっていて、
配当や自社株買いを行う余裕があるように思います。にもかかわらず株主還元を行わないのは、事業への再投資を通じて株主価値を上昇させていく方針だからだと考えられます。最後にまとめです。動画で言ったいいところ悪いところを簡単にまとめています。 Amazon の業績はここ10年で大きく拡大し、成長性が魅力的でしたよね。さらに借金も少なく財務健全だった点も素晴らしかったです。しかし配当や自社株買いがなく、株主に不利になるような動きもあったので、そこは少し残念でした。ただし Amazon はその分再投資によって収益を拡大してきた実績がありますから、いずれにせよ今後に期待したい銘柄でした。ということで最後にクラゲ的評価、5段階評価で星4つをつけさせてもらいます。私はですね、財務諸表を見てデータを可視化することで投資判断の優位性が生まれると思っていますし、そういう人が増えたらいいなと思って活動をしています。なので初心者でも財務データ分析ができるように、再生リストで財務データ分析のための会計知識というのを作っています。この再生リストを見てから分析動画を見てもらえると納得感を持って楽しめると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いします。皆さんの注目銘柄は何ですか？コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務諸表データを分析しています。また Twitter では1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、Twitter のフォローよろしくお願いします。